はい、本日ご紹介するのはこちらのマイクロ USB に接続してライトニングコネクターで充電できるようになる変換アダプターです。こちらの製品は Apple 社認証となっていて安心して使うことができます。ここにパワーオンリーと書いてあるんですが、こちらの変換アダプターは充電専用となっています。それでは早速充電してみたいと思います。こちらに大人気の暖房バッテリーを用意しました。暖房バッテリーにマイクロ USB の充電ケーブルを接続します。そしてこのマイクロ USB の充電端子にこちらの変換アダプターを接続して、こちらの iPhone5 を接続すると、はい、このようにしっかりと充電することができます。カラーバリエーションは今ご紹介した白の他にブラックもあります。 iPhone の色に合わせて選んでみてください。それでは気になる方はぜひチェックしてみてください。クラクラのコスプレしてみた。ごめんなさい。